こんにちは、ドイツのぼるです。今日は3月3日ですね。3月3日で、初ですね、この朝9時にこうやって起きてお話しできるのは。だいたいこの時間はですね、起きても頭がぼーっとして気持ち悪いというか、気分が悪くて、またお風呂に入るとかそういう気力もないんですけど、今日はその気力がありました。で、ちょっとこの 2,3 日はいろいろ大変なことがあったんですけど、そのプレッシャーの中でちょっと今ゆっくり思うと、そう状態に入って、で、昨日分かったことなんですけど、躁うつ病の人が躁う状態に入るときにはもうアドレナリンファイターというらしくて、アドレナリンファイター、副交感神経を思いっきり使ってなんか躁う状態に入ってるみたいですね。で、生きづらい病気なんですけど、で、そういう中で、セレトニンがちゃんと作れないとか、ノルアドレナリンがドーパミンがっていうような、そういうモノアミン仮説というのがあるんですが、その大元になる材料がタンパク質ですね。大元になる材料がタンパク質、プロテインです。で、そのプロテインもなんかいくつか種類があるみたいなんで、また今度僕が飲んでるのは何だかな、ちょっとド忘れしてしまったので、なんとかソイ系じゃなくて動物性タンパク質がいいということで、それでまたですね、このタンパク質とビタミン B3 ナイアシンと、あとビタミン C で、鉄で、あとマグネシウム、ヌチマース、炭酸じゃなくてリチウムはヌチマースからというふうにやりながら、栄養を、そういう脳の中の神経伝達物質をちゃんと作るという、まあ脳の栄養不足、脳が栄養不足だったということで、心の病気、病気は脳の栄養不足だったんじゃないかなと。あと、そのきちっと脳を機能させるために、ちょっと僕が勝手にやってるのが眼球運動です。で、やっぱり眼球、まずは栄養ですね。これはたくさん の先生っていうか、たくさんっていうか、まあ、それをメガビタミン主義という方たちがよく行っているものなんですけど、ちょっと見てくださいね。今起きたばっかりなんで、ちょっと頭は回ってないんですけど、気分は悪くないですね。そしてこの 2,3 日ちょっと躁う状態に入って、動いた後にすごい2日間寝ないで動いてちゃったんですよ。まあこれ完全な躁う状態だったと思うんですけど、どうしてもやらないといけないことがあったので、無理やり動いた後返しが来るかなと思ったら、やっぱり実際来ました。それできつかったんですけれども、体中が痛かったので2時間ぐらいマッサージをして、で、またですね、首とか肩とか背中とかいろんなものがですね、この体をバランスを整えようとして、まあ、痛む、これを後天反動だと思っています。なんでかっていうと、気分はどんどん良くなっていってるんですけど、体がですね、多分一生懸命、良くなろうと思ってるんじゃないですかね。アボトール先生の言葉みたいなんですけど、これはがんも治ろうとするというか、いろんな、これは、抗がん剤治療とかじゃないですよ。自然治癒力で治そうとするとき、最後 の苦しみという峠があるらしいんですよね。その苦しみを乗り越えるときに最後の苦しさがあるというのが、多分もう今来てるんじゃないかなと思ってます。体がすごい痛いです、反応もするし。それで昨日は、この昨日、おととい、この3日間は大変だったんですけど、眼球運動が、もう体が痛い時に目を回そうとすると目がすごい本当に綺麗に回らないんですけど、そこにメラトニンを追加して、セレトニンの材料になるんですけど、それをするとスムーズに動く。目はですね、この何か
脳のバロメーター、体のバロメーターになってるんじゃないかなと思います。その時にやっぱり8方向する意味もだんだん分かってたんですけど、この横の横はできる、横の反対はできる、上上下の右回りも大丈夫ですね、上下の左回りも大丈夫、右斜め右回り大丈夫、右斜め左回り大丈夫、右左斜め右左斜めの右回り大丈夫、左斜め左前で、今はですね全部大丈夫なんですよ。だから昨日も寝る前も結構良かったですね。今日もいいので、明日もどうなるか、毎日こうやって記録取ることしかできないので、今日は3月3日ですね、ちょっと頑張っていきます。ありがとうございます。